最近こんなカメラを買いました。でこれはタクソナっていうカメラです。でこのカメラの大きな特徴としては、写真が正方形に撮れるっていうカメラです。でフィルムは、通常の 35mm フィルムで36枚撮りのものを入れると大体50枚以上撮れるようになっています。見ての通りここが正方形です。で、1950年代のカメラなので、こっちにフィルム入れて、でこの外れるスプールに巻いて、で昔のカメラなのでこういう感じでカバーする感じです。 で下の A に矢印を合わせるとカバーが開いて、で引いて矢印を Z、A 以外の場所に向けておけばロックされるっていう仕組みです。でこのでっかいレバーが巻き上げレバーで、でこれがシャッターです。で下のこれが、シャッタースピード、ここの小さい窓にシャッタースピードが出ます。で250分の1から、バルブがあって、でバルブの1個上が1秒です。で、絞りがこのここに書いてあるんですが、この赤い、点が絞り値になります。なのでこれを回すと単純に絞りが選べます。で、フォーカスがここにファインダーがあるんですが、このファインダーはただの窓で、なのでフォーカスはこのレンズの上を見ながら、何メートルか目測で見ます。で、無限遠があるんですが、その下が12メートルで、一番近いのが、一番近いのが1メートルって書いてあるんですが、それ以上ちょっと引けるようになっています。で、その1メートル以下は 何センチかはよく分かんないので、だいたい1メートル離れて1メートルに合わせれば、撮れるようになっています。でここの穴が、フラッシュ同期させるケーブルがさせるようになっています。レンズがここに書いてあるんですが、35mm で F3.5 のレンズです。でこのタクソナっていうモデルの前はテナックスっていうカメラがあったんですが、その次がタクソナで、でレンズは、37.5mm の F3.5 っていうカールツァイスのレンズがついているものもあります。で、上がフィルムのカウンターなんですが、これは完全に手動で自分でフィルム入れたら、まず自分でゼロに合わせて、で巻き上げると1ずつ増えていくので、最初に合わせることを忘れないようにします。でこっちが、撮り終わった時フィルム巻き上げるダイヤルです。で巻き上げる時はこのボタンを、このボタンを押しながらこれを巻き上げます。で、このタクソナとか、あとは1個前のテナックスとかをよく調べると、あのフィルムがこのカメラの中でちぎれるっていう症状がよくあるみたいで、でそれがどうなって起きるかっていうと、このスプール、巻き上げの方のスプールの下の棒とこのカバーについてるこのお皿、受け皿が、うまくフィットしてなくて、受け皿の方がでかくて、でこのスプールがちょっとこう遊んじゃうような感じになっていて、でフィルム入れてどうしてもこう引っ張られて斜めに巻き上げようとしちゃって、
で上か下か片側にあの力が加わっちゃってちぎれるっていう感じでした。で多分このタクソナっていうカメラは後に出たやつなのでそれが改良されているのかわかんないんですが、自分のこれはあの特にあの工夫もせず普通に入れたらちゃんと巻けました。でこのカメラ使ってどうだったかっていうと、まあ普通のフィルム入れて50枚以上撮れるので手軽っていうのと、まあ、自分的にはこの12メートルまでフォーカスをとりあえず合わせなきゃいけないっていうのがちょっとネックで、で絞りはまあまあ絞っていれば、まあ8とか8以上に絞っちゃえばまあざっくりフォーカス合わせれば大体合うんですが、まあなんていうか小さくてで写真もいっぱい撮れて手軽に撮れるっていう意味では、まあ、映るんですみたいにパンフォーカスになるぐらいのレンズがついていればと思いました。まあなんていうか、まあ、フォーカス手軽なんですがフォーカスがあの、まあ、20像とか出るようなレンジファインダーだったら良かったんですが、目測っていうのがまあ慣れればいいと思うんですが、まあ自分の場合は慣れてなかったのであのちょっと手こずりました。でこのカメラの今後の使い方としては、まあ、自分的には ISO 400のフィルムを入れてで絞りは8とかにしてでシャッタースピード250分の1秒でで晴れてる日に外で撮るような感じにしてでフォーカスは基本的に無限にしてで、まあ、風景とか、まあ、その場の雰囲気みたいなものを撮るために使おうと思います。でまた来月再来月ちょっと旅行に行く計画があるので、まあ、その時に持っていこうかなと思います。ということでタクソナを買ってみたっていう話です。